今日もお疲れ様でした。今週のお取り寄せは志麻さんの自宅レシピという本です。伝説の家政婦志麻さんのレシピ、どれも美味しそう。アイディアも面白いし、ちょっとひと手間かけて家庭料理を素敵に仕上げるところ大好きなんです。今週はこの志麻さんの一冊をホットクックで作ってみようと思います。分量は志麻さんの本を参考にしていますが、作り方は私が完全にアレンジをしたものなのでご了承くださいね。今日はクロックムッシュです。クロックムッシュのホワイトソース、志麻さんはこれだけは市販のではなく手作りしてほしいと書いていらっしゃるので、やっぱり自分で作った方が美味しいんでしょうね。今日はこのホワイトソースをホットクックで作ります。ホワイトソースのレシピはホットクックだからといって特に変更はなくて、志麻さんの本の通りに作ります。ただ作っていく過程はホットクックならではのやり方があるので見てください。まずホットクックの釜に小麦粉を入れて、牛乳を少しずつ加えて混ぜます。本当は最初に小麦粉とバターを弱火でじっくり炒めてから、そこに牛乳を注ぐというのが本当のホワイトソースの作り方なんですけれども、ホットクックではバターを最後に入れます。混ざったら蓋を閉めて、自動を選択してメニュー番号で探す。で、ここでメニューの番号を入れます。ホワイトソースは077という番号を入れてスタートキーを押します。出来上がりというふうにホットクックが言ったら、蓋を開けてここにバターを加えてしっかり混ぜて溶かします。それから塩と白胡椒を加えます。あとナツメグっていうスパイスがあるんですけれども、このホール状態のものをガリガリっと少し削って加えます。これで出来上がり。塩は少し控えめにしておくといろんなお料理に使いやすいですよ。このホワイトソースは余ったら冷凍保存もできます。こういう時、真空パックンっていう家庭用の真空包装機を使っています。これは後で紹介しますので最後まで見てくださいね。ホワイトソースができたので、まずはクロックムッシュを作っていきましょう。8枚切りの食パンを2枚用意します。1枚にホワイトソースを端の方までしっかりと塗ります。そこにピザ用チーズを乗せます。ハムを2枚置きます。ホワイトソースをまたしっかりと塗ります。そしてもう1枚のパンを乗せます。さらにホワイトソースを塗って、一番上にまたチーズを乗せます。こうしてトースターで焼きます。ホワイトソースが溢れてきそうなので、オーブンペーパーに乗せて焼きました。一番上のチーズが色づいたら出来上がりです。美味しそう。クロックムッシュはパリのオペラ座の近くのカフェで提供されたのが始まりと言われています。このクロックムッシュに目玉焼きを乗せるとクロックマダムというお料理になるんですって。やってみたいですよね。最後に余ったホワイトソースの保存方法を紹介します。私は真空パックンという家庭用の真空包装機を使っています。まず袋を作ります。ロールになっている袋をカットします。こんな風にカッターをスライドさせると切れます。そしてシールをします。袋の口を2回ほど折ります。ここにホワイトソースを入れてください。そして口を広げて押さえてスイッチを入れると、これで真空になります。業務用のものと違って家庭用の真空機なので、完璧に真空になるというわけではないんですけれども、ぺったんこにして冷凍庫に入れることができるので重宝しています。今日は伝説の家政婦志麻さんの志麻さんの自宅レシピという本の中から、クロックムッシュのホワイトソースをホットクックを使って作ってみました。本当は地味に時間がかかるホワイトソースがほったらかしでできちゃうので本当に助かります。志麻さんのレシピなので味は保証付き。また志麻さんのレシピをホットクックで再現してみようと思っています。
ホットクックを持ってる人も持ってない人もぜひチャンネル登録をしてまた見に来てくださいね。リクエストレシピがあったらコメント欄で教えてくださいね。